はい、こんにちは。プレアというのぶるちゃんと梅ちゃんです。ということでね、今日はね、メキシコでね、ゲストが来てます。ゲストが来てます。日本が大好きな人を見つけて、ちょっとね、インタビューさせてもらいます。じゃあお父さんのペペさん、ペペさんで、息子のクリスさんです。クリスです。あ、オッケー。キャンディーマニラが超大好きで、日本のことが好きになりました。アニメが好きで、日本のことが好きだったので、彼の家族はみんなもう数学が大好き、もう数字のことが大好きだったんだけど、彼だけおかしくなっちゃったの。今、日本語の先生、初心者向けの日本語の先生をやってます。日本に行った時って何がすごい違った、嬉しかった、楽しかった？日本ではその盗むとかないから、そんなに心配しなくても、荷物とか心配しなくても安全に旅行できたのがすごいびっくりした。トイレだよね。ねえ、トイレ座るとこもあったかいし、もう座れば全て終わるみたいな。ってのがもうすごいって。メキシコそうじゃないもんね。何か日本ってすごいおかしかったこと、奇妙なことって何かあった？日本でね、人同士がぶつかるじゃん、こうやってするね。すいません。メキシコは？はい。日本で人がぶつかっても、すいませんって、両方すいませんっていうのがびっくりした。メキシコだと、バン。おいこら。日本食はどうでした？って言ったら、カロクルード。Pero es que yo soy más de carne. De carne. Ah, son taquitos, salsa. Ah, ok. Pues no pica nada, ya, ¿verdad? No pica. もう彼はもう肉、辛いソース、タコスが欲しかったけど、ね、日本にはないもんね。ない、ない。だからその食べ物に関してはちょっと難しかった。確かに。モニータそこまで行ってる。モニータ。日本の女の子はどうでした？って言ったら、かわいい。かわいいだろ。かわいいだろ。かわいいだろ。また日本に行きたいですか？No. 行きたいです。No. 日本に行きたいですか？No. ダメ、行かない。ということで、ゲストのクリスさんでした。ペペさんでした。OK。ということで、楽しいと思ったら、チャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いします。はい。アディオス、アミゴス。アディオス。アディオス。